どうもポンシラです。今回はトラベジと同時に実装されたこのエクストリームの悟空ブルーを使っていこうと思います。このキャラは青属性のキャラに対して特攻を持っていたり、落ちバフや玉吐きも持ってるんで結構使える性能してるんですよね。さらにメインでも体力回復とライジングラッシュの矢止めを上げてくれますし、特殊でも回数制限なしで全体回復があるということで、今回は矢次郎兵衛くんで特殊を増やしたこんな感じのパーティーで遊んでいこうと思います。それではやっていきましょう。さあよろしくお願いします。お相手さんは三種の神器ですね。跳ねて最速と取りたい、痛い、気まずいって、なんだ今の。キャラチェン回避で回避回避しましょうか。お願い、オッケー、回避回避刺さっていって、ここは外して射撃撃っちゃって、外せてなかった。いや石板全然出てこねえ。オッケーオッケー、ラッキーラッキーラッキー、跳ねてオッケー、3速取れたんでまた殴っていきましょう。さあいいぞ、結構火力出てるぞ、とてもいいですね。ここザマス気力回復あったっけ、ないんかい、やばい。オッケー、通常抑えてくれる、射撃ちょうだい。オッケー、射撃はかぶせていって、 HP 半分以下になったんで矢次郎兵衛くんでうまいこと捕まえたい。ここ特殊打っちゃおうか。いや通常で抑えてるか。まあ、2回復してますよ。オッケー、さあ攪拌もらっていって、おっとこれは打撃を打って HP 半分以下になったんで、矢次郎兵衛くん、矢次郎兵衛くん頑張って、交代禁止入れて必殺ぶち込んでいきましょう。お願い、お前の力を見せる時だ。よいしょ、惜しい、マジ惜しい。いやこれさすがにクイックアタックじゃ落とせなさそうですね。いや惜しい、マジで惜しい、突っ込んでこい。え、なんで特殊引くの。いやもうこれライジングでいいや。いや待って、あんまりじゃじゃ踏ん張りつくわ。もうミスった、いろいろ、もうガチで下手すぎる。しかも読まれていく、もうぐちゃぐちゃだ。跳ねてオッケー、また最速取れた、めっちゃ最速取れまくりだ。打撃からつなげていきますが石腕は出てこない。オッケーオッケー、さあバニ回復してますよ、バニ回復、痛い、打撃、おお、そこでメインか、いいよ。さあビーストが踏ん張りあるんでちょっとだるいですが、ここは特殊打っちゃって、オッケーオッケー、必殺ぶち込んでいきましょうか。とりあえずさあまた特殊を持ってきて HP 半分以下になったんで、これ特殊ぶっぱしちゃって、オッケー、ザマス、いや入んないのか。キャラチェン回避して、え、どういうこと。さあ打撃からつなげていって、矢次郎兵衛くんで必殺持ってきてぶち込んでいきますが、石腕が出てくると、まあしょうがない。ただいいダメージは、まあ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 のダメージ、クイックアタックで時間稼いで跳ねて回避見て、通常でゆっくりもう一回抑えましょうか。これ危ねえ。さあ通常で抑えてキャラチェン回避で攪拌を取りたいです。お願いします。攪拌かぶせましょうか。断髪出して、断髪出して、危ない、断髪で抑えてかぶせましょう。いやこいつ遠距離じゃないわ。暴発、オッケー、暴発してる、でかいよ。まあここはキャラチェンされそうなんで必殺ぶち込んでいって、オッケーオッケー、え、これさすがに飛ばしはしないな。で、お前マジで強い。マジで矢次郎兵衛くん、何なのこの必殺の火力。びっくり見えたけどこれは射撃かな。うん、回避みたい、通常か、やめて、やめて、オッケー、最速取れた、でかい、めちゃめちゃでかいぞ。さあ殴っていきますよ。まあ射撃から打って、いやライジングじゃなくてメインじゃこれ飛ばせませんね。まあしょうがない、クイックアタックで HP 半分以下まで削っていって、跳ねてピョンピョンしますよ、ピョンピョンしますよ、タクラかぶせて、何してんの、危ねえ、マジで危ねえ。なんだその着地圧は。もう勘弁してくれ。いやただこれは、いや矢次郎兵衛捨てるか。ちょっとまずいことになってきましたね。タクル回避ペースが、やばい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 、バニ回復してるな。いや回避見てやつか、マジでビーストに全部殺される。玉吐きしましょう。オッケー、ボール玉吐きもして、手札吐きもして、オッケー、マジ強いマジ強いマジで強いぞ。全体回復入れていって、目も切っちゃって、オッケー、お相手さんもメイン切ってくる。あー、タクル回避行こう、射撃打って U 字ムーブで、オッケーオッケー、弾吐きしてますよ。ちょ、なんだその面切って、いやこの特殊封印がだるすぎる。
カカハンを取りたいんですが、特殊封印やばすぎ。返してみて、あーつぶって、オッケーオッケーオッケー。さあこれで手札破棄しましたね。これもうやることないんで特殊分破しちゃって、オッケー入った、でかい入ったんですが、まあしょうがない。さあ場に回復してますよ。オッケー、お相手さんは気づいてませんね。オッケー、ボールも溜まったんですが、これ確かさ、いや待って、ザマス踏ん張り貫通あるわ。よし、神神神神、よしライジングで落としに行きましょう。オッケー、お相手さんはコウさんと。いやマジで危なすぎ。いや序盤ね、ミリ残しのビーストに対してライジングを打っちゃうっていうめちゃめちゃアホなことしちゃったんですが、まあなんとか勝てましたね。やっぱ悟空の玉吐きと手札吐きはめちゃめちゃ優秀ですね。対戦ありがとうございました。さあ来ましたね、お相手さんは未来パーティーですね。これは悟空の色が全然刺さってないですが、頑張っていきましょう。さあよろしくお願いします。まずは離れましょう。うえー一発目から逃げてみろよが来て、ここは必殺ぶち込んでいってちょっとラグいですね。さあクイックアタックからちょっと気力なくなった、跳ねて交代特殊で各班を通っていって、まあ各班っていうか、まあ、あれは結構な確率で入るんですよね。射撃からこれは矢城メイクにキャラチェンして交代禁止入れて必殺で落とせるんじゃないの、マジで頑張れ。よいしょ、はい、ヤジロベイ君の動画です。これはいや中距離打撃が飛んできて、これはバニ回復優先していきましょうか。オッケー、通常でゆっくり抑えてバニ回復してますよ。キャラチェン回避で回避回避しましょうか。なんでずらせんのそこはマジで天才だ。ちょっと待って、いやでも結構ねザマスも硬いですね。全開アビも乗ってますし、ガシャボウもね結構上げてきてるんで、なんとかやれるかなって感じですね。オッケーオッケー、ちょそろそろ止まろうや、そろそろな、逃がしはしないよ。いやもうザマス捨てよ、うん、まあこのザマスは落ちバフがあるんで全然いいでしょう。いや今悟空で玉吐きした方が良かったのかな、ちょっとミスりましたね。ここは速射いっちゃって単発で抑えて、さあ突っ込んでくるしかないですよね。オッケー、さあ攪拌もらって、これもトラベジにライジング当て、ま、当てちゃいましょうか。さあ行ってこい。いやこの必殺の演出めっちゃかっこいいですよね。オッケー、トラベジを落としていって、どうしよう、通常で抑えにいって、いやどうしようこれもう、いやキャラチェンしない方がいいよなこれ。打撃突っ込んじゃって、オッケー場に使わせたんでいいですね。さあこれで多分ワンコンくらい受け切れるんだよな。さらにメインで HP 回復もありますしね。いいよ、とてもいいですよ。てか結構硬いな、6突なんですけどまあまあ硬いですね。やれやれ、オッケー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 、突っ込んでくるよ。オッケー、突っ込んできたら各班もらって、よしよしよし勝てる。さあメイン切ってよだめを上げて、さらに体力回復もしていくと。オッケー、いいよ、 HP 半分以下まで削りたいんですが、もうちょっともうちょっと、特殊かい、それはダメ単発で抑えて、もう一回単発で、単発で逃げてみろ、危ねえ。 HP 半分以下になったんで矢城べくんで必殺を持ってきて、回避音聞こえたんでぶち込んでいきましょう。いやさすがにこれ飛ばしはしないかな。よいしょ、えすんよヤジロベ、やっぱりこのゲームヤジロベが最強ですね。まあ、この試合はね悟空の体力回復も活躍してくれましたし、まあまあ良かったんじゃないかな。対戦ありがとうございました。さあ来ましたね、お相手さんは人造人間パーティーですね。かなり珍しいですね。これは17号の色がちょっときついんですが、頑張っていきましょう。さあよろしくお願いします。まずは離れましょう。回避見て射撃撃って、そこはいやマジでそれやばい、マジで死ぬ。魂の回避を決められたらマジで死ぬ、危ねえ。特殊なくてよかった、もっとじオッケー、まあまあザマスで受けていって、いやどうしようかな、これまだ手札吐きとか玉吐きとかは使いたくないんで、跳ねてオッケー、何をしてるんだ、各班もらって殴っていきましょう。いいよザマス、いいよ、とてもいいよ。どけ、オッケー、バニ回復するかな、これバニ回復してほしい、危ない、回避回避しといて、オッケーオッケー、刺さっていく、いいよ、とてもいいよ。さあ射撃から撃って、ここは悟空にキャラチェンして必殺ぶち込みましょうか。微妙、微妙だよ、弱くね。単発で抑えてキャラチェン回避でうまいこと攪拌を通っていくと、オッケー。さあ特殊で攪拌もらって、射撃からこれさ、メイン切ってこれ入ったらやばいんだけど、入ってくれ、お願い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 、いや入んないか。え、でもこれさ78でも結構痛そうなんで行っちゃいましょう。
さあ頑張れザマス、全開火乗ってます。まあ神すんよやめてはい、最後に恐怖心だけ植え付けられて降参されましたね。まあこの試合は完全にザマスが大活躍しちゃったんですけど、まあ悟空ブルークもね裏で見守っててくれたんで実質大活躍ですね。うん、そういうことにしときましょう。対戦ありがとうございました。ということで今回は新エクストリームのブルー悟空で暴れていきました。いやめちゃめちゃ火力が出るっていうわけではなかったんですが、玉吐きや手札吐きなど相手に嫌がらせできるのがめちゃめちゃ強かったですね。まあ、エクストリームにしてはかなり優秀な方だと思うので、ぜひ皆さんも持っている方は使ってみてください。それでは今回はこのくらいで終わります。では